精巣腫瘍、精巣腫瘍、デスティキアラーキャンサー。生層腫瘍とは、精巣に発生する腫瘍で、抗がん腫瘍とも呼ばれる。精巣では、多種多様の細胞が、盛んに細胞分裂を行うが、それに伴い、多種類の腫瘍も発生、存在する。腫瘍における良性と悪性の発生比率では、9割以上が悪性だとされる。なお、本において、 特定の名記がない限り、精巣がんについて記する。精巣には精子を作る、精母細胞や男性ホルモンを産生する、大霊皮細胞があるが、精巣腫瘍の大部分は、精母細胞から発生する。精母細胞は、自己の細胞と異なる細胞や組織になる能力、多分可能を有するため、数種の組織系を示す。精巣腫瘍の主な組織型には、セミノーマ、正常皮腫、 胎児性癌、重毛癌、卵黄脳腫、肥形腫がある。このうち、セミノーマのみで構成される場合をセミノーマ、その他の組織型及び、セミノーマと、その他の組織型で構成される場合を、非セミノーマとし分類されている。セミノーマは、非セミノーマに比べて、相対的に放射線治療及び抗がん剤が効きやすい。ため、この分類は、治療方針を決定する際に重要である。 非常に進行が早く転移をしやすい。転移は、重毛癌を除き血行性転移をきたしにくく、リンパ節転移である。癌であるが、転移をきたしていてもプラチナ製剤、主にシスプラチンを中心とする抗が剤治療により、高い確率で根治が期待できる癌である。清掃腫瘍の発生率に関しては、国や地域及び人種より差が大きく、北欧やスイスが最も高く、 米国、英国が中程度、日本を含むアジアとアフリカは最も低く、人種別では白人に多く、黒人に少ない。2008年のアメリカにおける、清掃主要新規非診断者は8090人であり、死亡者は380人と推定されている。2006年の日本における死者数は91人であり、 発生率は100万人中10から15人と少ないが増加傾向にある。20歳から30歳の比較的若い年齢において、後発する。また、20代における男性の癌において最も多い。日本小児外科学会の発表では、1979年から2016年までの間に小児の清掃腫瘍は9つの症例がある。危険因子としては、定流清掃。 精巣主要基重歴、エストロゲンマクロなどが指摘されているが大部分は原因不明である。精巣主要患者の7%から10%が定流精巣歴がある。また、精巣主要基重歴がある場合、25年以内の残存精巣の精巣主要発生率はおよそ約2%から5%であり、ヒセミノーマ患者よりもセミノウマ患者方が発生率が高い。また、 セミノマイチキにおいて、カルボプラチンによる予防的治療を行った患者は放射線治療による予防的治療を行った患者よりも、残存清掃に対する新規清掃腫瘍発生率が低くなることが近年指摘れている。健康な人の清掃の大きさは、個人差が大きいものの一般には4から5センチメートルで、あり、高度は耳たぶ程度と言われている。 清掃腫瘍が発生すると徐々に肥大化し、場合によっては拳大になる。また硬化し、石あるいは柿の種のような硬さになる。発熱や痛みは伴わないのが通例であるが、若干の痛みを伴う場合もある。激しい痛みや発熱を伴う場合は、清掃状態炎等の他の病気である可能性が高い。進行が進むとご腹膜リンパ節や肺に転移し、 腰痛や滑血を伴う。非常に進行の早い癌であるので、清掃の腫れや、しこりに気づいた場合、すぐに、泌尿器科にかかることが必要である。熟練した医師ならば、触診と超音波検査、血液検査によって、容易に、清掃腫瘍の診断を行うことができる。上述した通り、非常に進行が早い癌であること及び、針による、生腱は転移の危険性があるため、 精巣腫瘍が疑われる場合、直ちに精巣を摘出し確定診断を行う。病気の判定は、高位精巣的除術により、精巣腫瘍が疑われる精巣を摘出した後に、病理検査を経て、TNM 分類により判定する。高位精巣的除術とは、陰嚢ではなく素形部において回復し、精巣を摘出する手術である。素形部において摘出する理由の一つは、 清掃における、癌細胞は、清掃とつながる、リンパ管を含む政策を徐々に上方向に、浸順するため、清掃のみならず、政策を含めて摘出するためである。清掃摘出後の治療方針は病気及び、組織型により異なる。生存腫瘍は、ん種の中でも高い確率で根治が期待できるんで、ある。たとえ、肺炎などに多発転移をきたしている場合でも、 適切な抗がん剤治療により根治が期待できる。5年生存率については、様々なデータがあるが、1期の場合は95から100%、2期の場合80から95%、3期の場合でも70から90%以上の5年生存率を達成している。これは、癌細胞は、発生細胞の性格を受け継ぐものであり、生母細胞はもともと熱に弱い細胞であるため、 そこから発生した癌細胞が転移した場合、体内の熱によって弱体化しているため、抗がん剤が効きやすいためではないかという仮説が提唱されている。清掃に病相が止まる一期セミノーまでは経過観察が行われる場合が多い。ただし、この場合でもおよそ15から20%の再発例が報告されており、再発部位は一房大動脈リンパ節。 に骨盤部リンパ節、酸素系リンパ節、四肺の順に多く、再発例のうち20%は、高位清掃適除術後4年以上経過して、発症するとの報告もあり、長期の経過観察が必要とされている。再発リスクを上げる要因としては、1年齢、二腫瘍の大きさ、酸性層状態、白膜または製作への浸順、4PT2 以上。 5号法制虚細法の存在、高い HCG ベータ、脈管浸潤、清掃網への浸潤等の報告があり、清掃網への浸潤があり、かつ、使用計4センチを超える場合には、再発率は32%であり、どちらか一方に当てはまる場合には15%であり、いずれにも該当しない場合には12%との報告がある。そのため予防的治療が行われる場合がある。 セミノウマにおける予防的治療としては、放射線治療が代表的であるが、近年抗がん剤であるカルボプラチン単解投与の有効性も指摘されている。いずれの選択を取るにせよ、再発率を5%以下にすることができる。経過観察または、予防的な抗がん剤投与あるいは、五腹膜リンパ節覚醒が行われる場合がある。経過観察における、 再発率はおよそ30%であり、大部分は2年以内の再発である。非セミノウマは放射線感受性が低いため通常は予防的放射線治療は行われない。横隔膜から、下のリンパ節に限定的に転移したセミノウマに対しては放射線治療が選択される場合があるが、2期以上の場合、通常スプラチンを中心とした。 抗がん剤の多剤併用療法が選択される。かつて、清掃腫瘍は、その進行の速さから、非常に悪質な癌とされていたが、シスプラチンの登場により、清掃腫瘍の治療は、飛躍的向上を果たした。多剤併用療法は、シスプラチン、エトポシド、およびブレオマイシンの三剤併用、ビップ療法か、ブレオマイシンは、肺毒性が高いため、 ブレオマイシンを除くシスプラチンイトポシドによる二剤、併用 EP 療法を1コース3週間で施行することが一般的に第一選択とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。